この辺をちょっと話そうかな。最近こういう方向で行くつもりだから、仕入れ行くとか、なんでこんなこと。シーメイクはやっぱりメイクから離れないってことどうするかとやりたい、うん、まあちょっとそれはネタになってるんであんまり質問します、質問します、あんまり言うと辛い。じゃあそうそう、始めましょう。はい、お願いします。はいはい、カナダオールアバウトビルドということで、お話しさせていただきます。ちょっと普通のセッションすごい久しぶりなんで、時間調整あんまりうまくできないかもしれないですけど、まあ、よろしくお願いします。まあ、自己紹介ですね。あの亀川と言います。普段は大阪の方にいるんですけど、今日はちょっと来てということで、行くよということで来ました。新幹線使わず大阪からだと3時間で普通で来れるんで、まあいっかという感じで、来てみました。だいたいどこでも K 亀川っていう ID 使ってやってます。スライドシェアにも今日のスライド上げてあるんで、まあ、よければ見てください。まあ出版などとかアジャイルでやってみたっていうのは、これ TFSUG のみんなで書いた本ですね。私はだいたい技術パートのところを書いてます。で、あとはKindle、ダイレクトパブリッシングの方で TFS の2017の本を出したりして、ちょこちょこ売れてる。2018も準備はしてるんですけど、まだ全然ちょっとだけ残ってます。で、今日何をお話しするかということで、ビルドシステムの歴史とかですね、人はなぜビルドを作るのかとかですね、クロスプラットはあんまり話さないんですけど、ドットネットのビルドエンジンである MS ビルドのお話とか、あとはビルドを拡張する話ですね。ちょっと前に MS ビルドの 4.0 になった時に面白い機能とかがあって、その時にブログとか書かれてる方結構いらっしゃるんですけど、最近またちょっといろいろロズリーになって少し変わってきてるんで、そこのところもお話しようかなと。まあ今時のプログラム先生、みんなどんなプログラム作り方するかなっていうのは、まあちょっとだけ考えてみて。まあ普通は IDE とか CLI のツールでまずポポッとテンプレートを作りますよね。.NET Core だと .NET New、まあ NPM だったら NPM インストールジェネレーター使いますね。React だとまあ React のテンプレートを使うとか、まあ Visual Studio だとソリューションを作るとか、Eclipse でプロジェクトを作るとか。で、あとはそのまま、一般的には作ったツールから、まあ、ビルドも一緒にやっちゃおうというのが多いかなと思います。まあ、手組みでやる人はあまりいないですよね。もう。ただ、昔はその手組みだったんですよね。私はこの頃からキャリア始めてるんで、まさにこれをよくやってました。まあ、とりあえず、プログラム、ソースファイルを作る。まあ、メイクファイルに依存関係を書く。で、メイクを動かしてみる。失敗する、2へ戻るという形ですよね。1個や2個だと、まあ大体いいんですけど、3個、4個になってくると、依存関係がどうなるとか、この条件の時は、これをしなきゃいけないとか、いろいろちょっと辛くなってくる。だんだん辛くなってくるのが、このメイク時代でした。でもまあ大体なんとかうまくいく。まあ、そのメイクがやることっていうのは、大きく分けてこの3つかなと思います。プログラム名とか、コンパイルリンクオプションのマクロ、だいたい1行に1個マクロ定義しておいて、それを展開していくパターンですね。で、あとはその、どのファイルからどのファイルを生成するかという依存関係ですね。それを上から順番に書いていくっていう形ですね。あとはその依存関係をターゲットをどういうふうにしていくかという管理。まあ、大きく分けてこの3つかなと。で、この頃、メイクが前世だった頃はもう C、もしくは C++ がほとんどだったんですけど、私はやんなかったですけど、まあ、TEF とかの生成にも使ってた方とかいらっしゃるみたいですね。まあ、入力と出力が、関連作れるものであれば何でもよかったんですよね。だからこれが、今で言うとこの自動化の第一歩かなっていう形です。じゃあ、MSC、Visual Studio の前身ですね。Visual Studio の前は MSC って言ってたんですよね。MSC も最初はどっかから買ってきた
コンパイラが元になってるんですけど、もう今はそのオリジナルコードも多分ないと思うんですけど、ビジュアルスタジオの前は MSC っていう製品で売ってました。CL コマンド。単体のソースで、ビルドで使えましたね。もちろん今でも使えます。で、メイクは Unix 系の、Unix が由来のツールなんですけども、これをちょっと改良した NMake っていうものが付属して、これで、メイクと同等の管理してました。で、実際どんなメイクだ、メイクファイルかなっていうのはこんな感じですね。最初の CC で、C コンパイラーを定義してます。C フラグズ。まあ、これ、CC とか C フラグズって何でもいいんですよ。マクロなんで、自分がわかれば。これは何の意味するかなっていうマクロなんで何でもいいんですけど、慣例的にまあ CC とか C フラグズとかよく使ってましたね。あとはソーシーズで、対象となるソースファイル。プログラム名。あとは、拡張子ですね。Windows の場合だと拡張子のエクゼを指定して、最後 All だとプログラムエクステンションズになる。つまり、ここだと Hello エクゼになるっていう形ですね。で、このプログラムを作るためにはソースに依存してて、そのソースを生成するためには CC の CL からフラグをつけて、最終的には Hello エクゼを生成するっていう。最後、あとは綺麗にするときは、クリーンっていうのを定義しとけば、あとはデリートしてくれるっていうやつですね。ちょっとやってみましょう。手の内だよね。あ、見えますかね。ってやると今でも普通に CL コマンドで作れて、hello.hello.net600、まあ、こんな風に出てくる感じですね。で、メイクファイル。メイクファイルちょっと作っておきました。VS コードで、ピンチインができない。まあ、同じ、さっきのパワーポイントと同じのここに書いてあるだけですね。こんな感じで、書いてます。で、これを、nmake ってやると、未だに入ってるんです。あ、違った。クリーンってやると、まあ、このクリーンっていうターゲットに書かれてた定義、デリートが実行されて消えるという形ですね。なので、さっきのが消えるので、nmake でやると、同じことが起きる。さっき nmake やっても何も動かなかったのは、タイムスタンプ見て依存関係ちゃんと見てるからですね。エクゼの方が新しいから、nmake は何もしなかったっていう形ですね。よいしょ。よいしょ、頑張れ。よいしょ。ただですね、このメイクって今使ってる人います？ C メイクは除きます。たまに、素晴らしい。私も、十数年書いてないですね、メイク。話にも、ネットにも出てこないですよね、メイクファイルの書き方とか、うんぬんっていう話は。まあ、なんでメジャーじゃなくなったかっていうのだと、やっぱり、それぞれの環境に最適化されたものが出てきちゃったんですね。ドットネットだと MS ビルド、Java だとメイベン、アント、グレードル、いっぱいありますね。Ruby だとレイク、JavaScript だとこれもう半年ごとになんか新しいものが出てくる感じですよね。はっきり言ってついていくのはちょっとしんどいぐらいの、感じ。Webpack、Gulp、Paracel、Parcel、NPM。で、まあ、あとは IDE も大きいですよね。出てきて、ファイルの管理も同時にやってくれるようになった
これもまあ大きいかなと思います。で、一番個人的に辛いのが最後の理由なんですね。スキーマレスが辛い。さっきのメイクファイル、実はもともとオリジナルのユニックス版のメイクファイルをちょっともらってきて、自分で直してたんですけど、結構時間かかるんですね。これが合ってるのかどうかっていうのがわからない。ビジュアルスタジオの MS ビルドの場合は、インテリセンスが効くので、MS ビルド頑張れば自分でプロジェクトファイル作れるんですよ。そういうのもないので、スキーマレスはちょっと辛いですね。そういった中で、あと、こういったものがあるんで、やっぱり自分の要件に合ったものを作りたがるんですよね。私も、ここにない開発環境向けに、メイクソートのものがなかったんで、結局自分でビルドエンジン、っぽいものを作ったりしました。同じ C++ でもやっぱり要件によって違ったりするんで、例えば Google とかでも自分の自社の要件に合ったビルドエンジン、ビルドが欲しいとか言ってバーベルとか作ったりしますんで、やっぱり環境と開発言語とか要件によってどうしても作っちゃいたがるものですね。コンパイラとビルドは端かのようなものでみんな一遍を作りたがるみたいな形ですね。で、ビジュアルスタジオだとメイクファイルの代わりにプロジェクトファイルっていう形になりました。昔が DSW とか VC プロジェとか、これは C++ 用ですね。あったんですけど、それが、他の C シャープとか VB とか F シャープとかと同じ形式の VCX になって、あとは CS プロジェとかも、管理してます。メイクファイルは、ファイルの追加変更のトラッキング大変だったんですよね。ファイルは、新しく追加しても、メイクファイルにも書かないといけないんですけど、それを書かない、書くのが結構大変だった。じゃあ全部管理すればいいんじゃないっていう拡張機能を入れたいとか、XML が、ちょうど流行り始めてだから。ってわけじゃないと思うんですけども、VC、ビジュアルスタジオのプロジェクトファイルはだいたい XML の、XML をベースにして作ってます。で、ビジュアルスタジオのソリューションのプロジェクト、どういう構成なのか、皆さんご存知っていうことでいいですよね。ソリューションは一つ以上のプロジェクトファイルを持つもの。で、任意のファイルを格納できます。で、プロジェクトは、ターゲットを生成するためのファイルの集合。いわゆるメイクファイルに相当するものですね。通常リリースと、同じ種類のソース、ちょっと意味わかんないですけど、ちょっとここ後で直そう。リソースと、ソースファイルですね。リソースと生成するもの。で、ソリューションファイルの構成。これ、普通に、XML なんで VS コードとかでも普通に開いて見えます。サポートの対象のビジュアルスタジオのバージョンが最初に書いてあるんですね。ビジュアルスタジオ2010以降、これ互換性があるんで、2010で作ったものを2017で読んでもいいし、2017で作ったものを2010までは読み込めます。ここのミニマムっていうのが、10.0 というのが2010の頃なので、ここまではサポートしてる。だからここのミニマムを上げちゃえば、例えば2010では読めないソリューションファイルにしちゃうこともできます。あとは、含んでいるプロジェクトファイルの名前ですね。と、あと、識別用のグイド。あとは、ビルドの構成ですよね。標準だと、デバッグと AnyCPU、リリースと AnyCPU。これ、デバッグとリリースの AnyCPU がほとんどなんですけど、これ、いろんな、構成作っても全然構わないんで、ぜひ、活用してください。よく使うのは×86 と×64 のネイティブを作るのがよくあると思うんですけど、それ以外だと、例えばデバッグだけ、リリースだけど最適化なしとかですね。あとは、特定のシンボルを定義して、ifdef コンパイルしちゃうとか、そういったのはよくある話ですね。で、プロジェクトファイルですね。これ実は、どっちも同じコンソールなんですけど、こっち .NET フレームワーク 4.2 なんですね。これ長すぎてもう読めないですね。で、.NET Core 2.1 だと、こんだけ。もうほんとこんだけ。超短い。
昔はあのドットネットコアのリリース直後の頃はまあこんな感じだったんですけど、もしあのいろんな理由があってこっちになりました。まあ、さっぱりしすぎですよね。あの管理対象一番大きいのがファイルの登録しなくなった。こっちのドットネットフレームワークの方はあの管理するソースファイルまで全部あのここに入れてたんですね。これあるとトラッキングは楽なんですけど、反面ソリューション読むのがすごい遅くなったんですね。最近早くなったんですけど、昔なんか5つか6つぐらいからもうハードディスクのマシンだとちょっとソリューションファイル読むのが辛くなってくるぐらいな状態でした。でもうそれも反省して、もうドットネットコアはフォルダにあるもの全部対象にしましょうっていうことで、こうなりました。昔あのウェブが流行ってた頃プロジェクト JSON 形式だったんですけど、それもそれに浮気してたんですけど、それもあのやめて、結局あのドットネットコア SDK スタイルっていう形でファイルを管理しなくなりました。なのであのファイルとかリソースは問答無用にビルドされます。あのもちろん定義済みとそうじゃないものがあって、あのグローブって言うんですけど、あの、そうですね、あの CS ファイルはビルドするけど、この拡張子はビルドしないというのはもう規定で決まってます。で、それを変えたい場合は、あのイネーブルデフォルトコンパイルアイテムズをファルスにすればいいです。どういうものかっていうのは、まあ、ここに載ってます。で、あの、プロジェクトの、あのデバッグとかリリースの構成は誰が持ってるのって言ったら SDK が持ってます。だから SDK に入ってない特別なあのコンパイルオプションが追加さ、あの、指定すると、さっきの CS プロジェクトの方に追加されていくことになります。例えば、典型的な例で言えば、あの、パッケージですよね。あの、JSON.net のパッケージを追加するとか、すると、あの、CS プロジェクトにリファレンスが追加されることになります。あとは、ビルド後イベントですね。ビルド後イベントとかも、ビルド前とかビルド後に、あの、バッチファイルとか書くことができるんですけども、そういったイベントも、書けます。ただあのビルド前後のイベントとか個人的にはまあお勧めしないですね。あのクロスプラットフォームでどうなるか分かんないんで、特にあの DOS の コマンドを書いちゃうと、じゃあ今度は Linux に持ってってビルドできるかというとビルドできなくなっちゃうんですね。そういうことがあるんで、あのビルド後イベントで素直にバッチファイルとか読んだりとかですね、バッシュのスクリプト書いたりするのは個人的にはあまりお勧めできないです。じゃあそれどうやるかみたいな話なんですよね。あの、さっぱりしてるけど拡張ができるんですね。あの、独自のタスク、ドットネットフレームワークとかで作れます。典型的には何ができるかなっていうと、まあ、コミットハッシュとかですね。あのコミットハッシュ、ビルド後のイベントであのコミットハッシュをバイナリーに埋めちゃうとかですね。あ、ビルド前とかですね。ビルド前にコミットハッシュをアセンブリインフォに埋めちゃうとかですね。あとはインラインタスク。あの、これ、あの、なんて言ったかな。あの、ロズリンができてから C シャープのスクリプトが、あの、レプルって言って、あの、コマンド、あの、応答式で書けるようになってますけども、あれに近いですね。あれと同じ感じで思ってくれればいいです。プロジェクトファイルに直接 C シャープが書けたりします。まあ、ただこれ、あの、Windows 依存ですね。あの、前者の、あの、二つ方式があって、プロジェクトファイルに直接書くのが、まあ、Windows 基本的に依存です。で、後者の方のロズリン使ってメモリ内に生成しちゃう方は、こっちはクロスプラットフォームで動きます。よいしょ。どんな感じかっていうとですね。しまった。どっちからネット。よいしょ。VS で開くの
のでもいいんですけど、私は楽なんで、だいたいこっちで開いたりしてますね。C シャープのフォルダです。さっき言った、追加されるのは このあたりですね。デバッグ構成の時に、ディペンデンシー、デバッグの、シンボルを設定するとかですね。32ビットを優先するみたいなのがこんな風に増えてきます。あとはリファレンスですね。パッケージ参照を追加すると、まあ、こんな風に追加されていきます。で、プロパティの拡張ですね。よいしょ。ちょっと、やっぱりビジュアルスタジオで見た方がいいな。実はビジュアルスタジオで編集するときはですね、一回、プロジェクトのアンロードをして、プロジェクトの編集ってやると、ここで編集ができます。インテリセンスも聞くのでおすすめです。インポート、ヘローワールドターゲットっていう、この拡張用のスクリプトを読み込むインポートセクションを作ってですね、その ターゲットネームハローで、ハローワールドという拡張タスクを動かします。じゃあそのタスクがどんなものかっていうと、それはこっちじゃないと見えないんですね。よいしょ。ターゲットファイルですね。ちょっとここでわかりづらいんですけど、ログ、ビルドすると必ずログエラーを出すような意味も蓋もない拡張ですけども、こんな感じでできます。よいしょ。これどんどんか、これどうやって動くと、MS ビルド -T の、これターゲットを指定しないといけないんですね。このターゲットを使うから。よいしょ。本当は、ここで、動かせ、さらっと MS ビルドで動けばかっこよかったんですけど。ごめんなさい、ちょっとしくってた。そうですね。これ必ずエラーが出るタスクなんで、ここで赤で見づらいですけど、ここにヘローワールドっていうタスクが動いたっていうことがまあ分かるかなと思います。こんな感じで、よいしょ。まあ何やってるかっていうとですね、
ここにターゲットっていう、ヘロっていうのがあって、ここにヘロワールドっていうタスクがあるんですね。これ、ここを、よいしょ。あ、ごめんなさい。こう読み込んで、よいしょ。ここですね。C シャープっぽくないですけど、これ C シャープ直接書いてる感じです。ランゲージ CS になってるんで。ランゲージ CS で、よいしょ。ヘローワールドっていうふうにぽい。これがさっきの必ず、このタスクが動くと必ずコンパイルエラーが出るっていうタスクですね。まあ、こんな感じで MS ビルドいろいろ拡張できます。あと、こんな風にスクリプトもいいんですけど、やっぱり C シャープなんでコンパイルしたい。そんなあなたには、こんな風に、拡張ができます。これすごい簡単に拡張してるんですけど、MS Build Utilities、MS Build っていう名前空間、あ、Microsoft Build っていう名前空間配管にのコンポーネントにですね、このタスク、MS ビルドと拡張するタスクの、クラスが登録されています。これ拡張し、継承して作っていけばいいです。最低限、エクゼキュートっていう、メソッドをオーバーライドする必要があります。他にも、プロパティを設定したりとかですね、いろいろできるんですけども、ここでは、エクゼキュート、このサンプルタスクが呼ばれたら、ログエラー、さっきと同じですね。ハローワールドを実行するようにしています。はい。はい。さっきのスクリプトは、コンパイルされるというか、まあ、実際は展開されるのはそのタスクの下に、まあ、タスクから派生するクラスが作られて、エグゼキュートの中に展開されるんです。実際、最終的にはそうなんです。で、そこので使って、今、ログとか、は、まあ、タスクのクラスのメソッドです。このロガーは MS ビルドが持ってるロガーなんで、このログを使うと MS ビルドのコンソールに出ることになる。だから MS ビルドの出力先、だから、N ログとか、アナと一緒な感じですね。ロガーのインターフェース持ってて、ここを流し込むとファイルに出したりとか、いろんな、MS ビルドが持ってるログの制御に、動きます。スクリプトの中でどんなメソッドが使えるのかっていうのは、ここで使えるのが大体使えるって思うのが大丈夫。大丈夫。アセンブリの参照はもちろんいるんですけど、なんかさっきもシステム IO を参照してたと思うんですけど、あれを書いてないと、アセンブリがありませんとか言って、ちょっと待って、選んだりです。システム IO はいるんだ。あれシステム IO 使ってないっぽいですよ。使ってないっぽいですけどね。ログエラーしか使ってない。うん。なるほど。はい。はい。このコンソール、このタスク、実装してた時もですね、使ってなさそうなんですけど、そうですね。あとですね、これドットネットコアでビルドしてるとき、私どうしてもうまくいかなかったんで、結局これドットネットフレームワークにしました。理屈上動くと思うんですけど、結局今日の今日までアセンブリの参照がうまくいかなくて、フルドットネットにしてます。MS ビルドは自身はどっちでもいけるはずなので。で、これを普通に、まあ、ビルドをするだけですね。ビルドして、あとは、ターゲットにすると、あれ違った。サンプルです。
かというと、そのタスクを使ってるターゲットを指定する。そう、このタスクが、このタスクはアセンブリになるので、アセンブリの DLL をどっかのプロジェクトファイルで参照しないといけないですね。通常は、プログラムファイルズの、MS ビルドの下に、こういったファイルを、標準的なタスクですね、コピーとかコンパイルであるとか、ZIP とか、そういったものが標準で定義されています。それ以外のタスクになると、アセンブリをどっかで参照しなきゃいけない。それは、大体、ヌゲットにするとかですね。ヌゲットにするのは基本的におすすめです。あと3分。10分だから、あと30分くらいでしたっけ。20分。あと20分。時間は十分ありますね。あとスライドの、企業さんと違って、あともうこれで終わりです。そうですね。この作り方はですね、ここに載ってるんですね。タスクの作成とか。よいしょ。コピーとかメイクディアとか CSC とかですね。もう一つ、こっちは Win、基本的に、昔からある方だけど、もう一個のロズリンですね。こっちのクロスプラットフォームだとこっちが推奨されてるですね。ロズリンコードタスクファクトリー。今やってるのはこっちの方です。で、クロスプラットフォームで動くので、現状、ドットネットコアを使うときは、こっちの方がおすすめですね。インラインタスクとかですね、こんな風にいっぱいあって、これだけでも本が書けるくらいで、実際にインサイド MS ビルドっていう本まであるぐらいです。コマンドプロンプト用意してくれた。で、それがですね。でアセンブリ参照してるんで、そうですね。これフルパスで指定してるのがちょっとダサいんですけど、まあサンプルということでご容赦ください。それ1ですね。で、ここで、サンプルタスクか。あれ？ターゲット名がサンプルターゲット。そうです。ターゲット名がマイタスクです。失礼。そうですね。ここでちょっと分かりづらいですけど、赤でごめんなさい。同じようにエラーでヘローワールド、さっきのアセンブリ、こっちはアセンブリの方を読んで動いてる。よいしょ。まあ、これ、
EBS ビルドの拡張するときは、この NuGet から microsoft.build っていう関係のパッケージを取ってくればいいです。私が今回使ったのは上から4つ目までですね。microsoft.build と build framework と utilities core ですね。utilities core にタスクが入っているので、最低限ここは入れてください。で、あとはタスク数コアですね。これも多分いるんじゃないかな。で、Microsoft Build Utilities タスクを継承して作れば、あんな風にエクゼキュートだけのやつは作れます。簡単に。最初の一歩は簡単です。で、デバッグするときですね。デバッグするときは当然ですけど、Visual Studio の中からデバッグはできない、二ついるんですね。MS ビルドを起動するためのアタッチするのためのと。で、アセンブリをデバッグしてもらう必要があるんで、ちょっとだけメモリがいるかなっていう形ですね。ちょっと私、さっきも言ったように、ドットネットコアアセンブリではどうしても参照の解決がうまくできなかったんで、できたら誰かブログに書いてくれると嬉しいです。はい、ちょっとすごい時間が余っちゃいましたけど、まあ、コンパイラの歴史はもうほとんどビルドエンジンの歴史ですね。大げさかもしれないですけど、やっぱりもう両方とも、ちょっと今マルチコアで MS ビルドも昔はビルドもシングルでしかできなかったのがマルチスレッドになって、複数のビルドターゲットの並列ビルドとかも普通にやるようになりました。で、まあ、どこでも新しいビルドシステムを作りたがるということですね。あとはドットネットコアのプロジェクト軽量になったんで、読み込みもすごい早くなってるんで、基本的にはドットネットコアが選択できるんだったら、今度からこっちがおすすめかなと思います。で、この辺の関係の参考資料ですね。MS ビルドのプロジェクトファイルって、さっきも言ったようにドットネットコアだったら結構スクラッチで作れます。あと、フルドットネットでも頑張れば作れます。ので、そんな作り方の解説してる方法ですね。あとは、ビルドの今日お話したビルドのカスタマイズとか、あとは MS ビルドのエクステンションパックっていうオープンソースで作ってる方がいらっしゃってですね、ここを、MS ビルド自分で拡張しようかなと思うと、ここのソースすごい参考になりますんで、よければ見てください。で、MS ビルドも意外と知られてないんですけど、オープンソースになってるんで、もし、MS ビルドの挙動がわからないことがあれば、こっち見るといいと思います。あと、でも、もっと楽なのは、ドットネットコアですね。ドットネットコアの方が、ソースがシンプルなはずなので、私ちょろっと見てきたんですけど、追いかけるのはそんな難しくないんですね。で、ドットネットコアの CLI2 の拡張モデル。これ、割と簡単に作れるんですね、確か。あれ確か作ってみました。ね。割と簡単に作れて、グローバルインストールできて、配布が楽な感じ。そうですね。うん、見てて、結構配布楽なんだなと思って、良さそうな感じですね。ユーザーにコンソールのエグゼを配るのにいいかなって、うん、ちょっと思ったんだけど。そうですね。Docker もいいんですけど、Docker より、個人的には、ドットネットコアの場合、ストアに登録できるようになったんで、コンソールプログラム、でもストアに登録できるようになったので、個人的にはあっちの方が敷居が低いのかなと思うんですけどね。ドッカーランとかしなくていいじゃない、余計なコマンドを打たなくていいんで、まあいいかなと思います。はい、とりあえず時間が余ったんで宣伝。私今日 MS ビルドの話したんですけど、本業というと変なんですけど、専門はこっちなんで、Azure DevOps、旧 VSTS って言ってたやつですね。使ってる人。あら、少ない。ありがとうございます。知らない人。何それっていう人。ありがとうございます。使ってる人にも、そうでない人にも、ちょっと、名古屋では予定がないんですけど、VSTS から Azure DevOps にブランドチェンジしたんですね。
で、それを記念して、来年の3月10日まで世界各地でイベントやるんですけど、日本もそれに乗っかってます。で、東京セカンドインパクトって出てるんですけど、今日ファーストインパクトやってます。で、ここ、東京なんですけど、私一個喋ることになってます。よく聞く話で、セキュリティが難しい。権限回りがすっごい難しいって言われるんですね。その辺の話しようかなと今のところ考えてます。で、関西でも、その前の週に、こっちちょっともう、キャパいっぱいになってるんですけど、ここの LT 枠誰も申し込んでないんで、ここ開放しようかなと思ってるところです。来年1月の12と来年、19日ですね。もしよかったら来てください。はい。セッションは大体終わりなんですけど、何かご質問があれば。大丈夫です。そう、いいですか。はいはい。ビルドツール、例えばビルドして、ローカルでね、ローカルでビルドして、Azure の Web Apps にデプロイって、はい、やつをローカルでやりたいとき、MS ビルドの中で頑張ってやるか。今、私の方だと、PowerShell のメイクツール。うん、サケット、P サケットってあるじゃん、はい、あれを使ってるんだけど、はい、皆さんどうしてるんですか。ローカルではもうやらない。ですね、人によると思うんですけど、はい、やっぱりね、ローカルでやるとローカルが壊れた時が怖いんで、ローカル壊れたり何かの都合でリプレイ使えない時間には予備機があればいいんですけど、予備機がない場合はどうしようもなくなるじゃないですか。デプロイができなくなるのはちょっと避けたいので、うん、私は、こっち、普通はこっちを使います。こっちを使う。ローカルで、リモートデバッグとかもあるから、ローカルでビルドして、プッシュするまでもなく、うん、とりあえずテスト環境にポンって置いてデプロイして、うん、で、場合によってはそのままでリモートデバッグしたい。うん、流れの時は、手元で、ね、そう、手元からボンって投げられた方が便利かな。そうですね。まあ、持って。うん、それは、結局両方用意しなきゃいけないんで、両方はめんどくさいなと思いつつ、結局バラバラに用意する。うん。なんか1個でできれば、ああ、もっといいかなっていう気もする。そうですね。ローカルだと、そうなんですよね。私もビルド、これ、ドットネットコアとかビルドすると、一番何がかかるってドットネットリストアなんですよね。ドットネットリストア、これキャッシュがあんまりかからないんで、本当はかかるはずなんですけど、いまいちドットネットリストアがすっごい長いんですよ。ビルドの3分の1ぐらいの時間使ってるんですね。なんで、ローカルで上げたいなと思う時もあるんですけど、そうですね。両方できればいいですよね。はい。クローンみたいなのがあればいいですよね。自分のビルド環境をペッとプッシュしたら、Azure DevOps の方に同じビルドパイプラインができるみたいなのがあればいいですよね。今、Azure DevOps って YAML でビルド定義かけるんですよ。だからそれをローカルの MS ビルドが例えば解釈するようになるとすごい楽かなと思いますよね。2人以上だとやっぱりもうどっかのレポジトリからの CI はやっぱりあった方がいいですよね。ローカルが必ず同じとは限らない。結局今どうしてるかというと、ローカルでビルドするときはスクリプトを直接叩きます。はいはい。EC を叩きます。で、アップベイヤーに上げたときは、アップベイヤーがそのスクリプトを叩く。ああ。なので、結構それで満足してる。なるほど。それはいいか。それでいいから。それはいい感じですね。うん、
ただまあ当然ドットネットリストに時間かかるとかそういうのもあるから手軽に手元でガンガンガンってやりたいときは手元でガンガンガンってやって、うん、だからパイプラインがすごい凝っててもそれ手元でも動かないとなってちょっと思ったりはします。確かに、まあだけどやっぱり何人でやったら絶対便利ですよ、ね、ローカルのビデオ環境がローカルでもデバッグしたいですよね、うん、ローカルでもデバッグしたい、リモートデバッグもしたいな、そうですね、せっかくリモートデバッグできるんだけどリモートデバッグもしたい、そうローカルでデバッグできるからローカルでもデバッグしたい結構アップサービス、ウェブアップスとかでリモートデバッグができるっていうとドットネット以外のプラットフォームで結構びっくりする人多いんです、まあ、あんまり使えないっていう話はありますけどね遅いとかね遅いとかねいろいろあるいろいろあるけどやっぱりいざという時には便利です、便利です、便利だし、それがいいところもあるなと思うんだけど、どこでもそのポータブルにどこにでも持っていける、そうですね、そういうビルド環境、ローカルも行けますよ、こういうところでも動きますよ、クラウドでも動きますよ、どこでも動きますよ、まあそうなると、クローンすると新しいマシン持ってってボンってやってそのスクリプトバシッと走らせればそこに全ビルドツール持ってきてビルドできますよ。それはドッカーなんとかコンサー。いやドットネットコアだったらできないですよね。はできると思います。ドットネットコア使えばできるんじゃないかな。まあ、Python とかだと結構Windows のバージョンがとか Python のバージョンがいろいろあるけど、Linux だとダメとか、Windows だとダメとか、ドットネットコアだったらできるんじゃないかなとか思うんだけど、まあ、あんまり真剣にやってない。ビルドツール、その、SDK は、Docker コンテナが出てるので、.NET の SDK、コアの SDK は、まあ、Docker Run で、Docker Pull で持ってきて、やれば比較的いいかなと思いますけど、ね、コンソールでスクリプトされてるんであれば。確かに、プラットフォームだと、ドットネットとかしてて、どっかもう軽いんで、マルチステージビルドとか使えば、サクサク動くんだけど、Windows で使いたくないですよ。重いから。重いから。重いからもうそんなことしたくない。だって、何ギガもあるんだもん。落ちてくるのが。もう、だから Windows で使いたくないって思っちゃえば、別にいいかも、どっか OK なんだけど。もうそれは、微妙じゃないですか。それはもう、ビルドにはリラックスマシンであるみたいな。ビルドがリラックス。本番は Windows? いや、本番もリラックスですね、そしたら。そうですね。ローカルもリラックスが便利ですよね、そうなると。アップサービスの Docker コンテナもあるから大丈夫です。じゃあもう Windows いらないって話です。ビジュアルスタジオのために。ビジュアルスタジオのために Windows。早く、リラックスでビジュアルスタジオが動くようになればいいですよね。っていうような。微妙な矛盾を感じつつ、そうですね、うん、でもまあ便利ですけどね、使ってみるといろいろ動いて便利でしょうか、うん、何ですかこれで、まあ、サンプルとか、まあ、そんなもんですね。あ、2本も終わったんでちょうどいい感じですかね。じゃあ、かなり最後は余ってグダグダになりましたけど、ご清聴ありがとうございました。